日は第62回松代藩佐田十万石祭りにお越しいただき本当にありがとうございます。本日司会進行担当いたします快楽亭長と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今年の行列は松代藩の重臣として藩財政の立て直しに功績を残した恩田木民親の生誕300年にちなみ真田家と松代藩を支えた人たちをテーマに行列を仕立てました。本隊出陣に先立ちまして松代出身のアーティスト鶴田智也さんの指導により子どもたちが自分でお絵描きをした甲冑をまとい松代におより出陣いたします。その際には盛大な拍手をお願いをいたします。子どもたちが出てまいりました。どうぞ本の方ご注目ください。甲冑隊の皆さんでございます。そして日本の将来を担う子どもたちでございます。盛大な拍手で送っていただきたいと思います。頑張ってください。この後に続いてまいりますのは、松代のマスコットキャラクターでございます六文キーでございます。こちらにも盛大な拍手をお願いいたします。本日は真田祭り仕様ということでちゃんと陣羽織を着用しております。はい、続きましては、太鼓の南、伊勢町清井寺市の皆さんが、来ておられます。これからあの清井寺市の舞をご覧いただきたいと思います。芸のついてほら閉まって芸のついたほら、ほら、ほら。
松代観光推進機構秋祭り実行委員会本部長市川浩一郎による大筒の発砲を合図に開門出陣いたします。皆様大きな音がしますのでどうぞお気をつけくださいませ。大変お待たせいたしました。いよいよ真田祭り行列出陣でございます。今はお獅子の舞で皆様の心を和らげ、そして八戸大家で威勢をよく、そしていよいよ10万石行列の出陣でございます。ぜひご覧いただきたいと思います。いいかな。それではいざ出陣号を放て。それでは行列の陣立てをご紹介いたします。門の方ご注目いただければと思います。真田六門線の旗が見えてまいりました。行列旗、陣金、陣太鼓、出てまいりました。戦略知略で真田家を戦国大名に押し上げました。真田昌幸を演じ起用いたしますのは長野市長加藤勲様でございます。
正幸、昨年のサーナバルでは草刈り正雄が演じましたね。草刈り正雄そっくりでございます。正幸に付き従いますのは井出浦正助でございます。正助は正幸の植木に仕え、岩井出場最後の城代を務めるとともに東忍び衆を統率いたし、北条攻めにおいては押城攻めでも活躍いたしました。それに、ね、寺島進さんかっこよく演じました。演じますのは一般公募で愛知県からご参加の藤本忠義様でございます。付き従う草の者を演じますのは長野市役所の皆様でございます。続いて登場いたしますのは戦国武将憧れ隊の皆様でございます。この隊にご参加の皆さんは歴史好きの皆さんで、衣装も自前で参加してくださいます。毎年のことは本当に素晴らしいですね。それでは皆様をご紹介いたします。静岡県からご参加の前澤秀樹様、山梨県からご参加の大塚直樹様、神奈川県からご参加の野戸健二様、新潟県からご参加の三浦幸三様、神奈川県からご参加の鴨井浩二様、愛知県からご参加の久保俊也様、愛知県からご参加の南哲之様、群馬県からご参加の野村哲郎様、群馬県からご参加の若井義郎様、群馬県からご参加の田村大輔様、茨城県からご参加の上田恵梨香様、神奈川県からご参加の山本義孝様、埼玉県からご参加の高橋徹様、埼玉県からご参加の秋池直美様でございます。ご常連の方もいらっしゃいます、ね、よろしくお願いいたします。さあ続いて登場いたしますのも手作り甲冑で参加の真っ白甲冑隊の皆様です。真っ白甲冑隊の皆様は発足以来12期目の生徒が甲冑製作に取り組み、実際に着用できる等身大の統制不足と言われる戦国甲冑を厚紙と紐を使い本物と同じ工程で作っております。甲冑製作を通し郷土の文化歴史への理解を深めるとともに、真田十万石松屋はじめ地元の真っ白地域振興のために活動している皆様でございます。中隊の皆様ね、真っ白の名前を背負いましてですね、もう全国各地のお城を巡ってですね、城攻めをしておりますのでね、どうぞご声援くださいませ。本日は、上田市より縦サークル新の皆様、上田甲冑隊の皆様、小諸市より小諸戦国甲冑隊の皆様が入場出演しております。どうもありがとうございます。
こよく見ていただきました。これからね、マスターのレディアを各レディアに見ていただきます。さあ、いよいよこの時代はですね、戦国から江戸へと移ってまいります。続いて登場いたしますのは先払い隊、幕露町の松葉会の皆さんでございます。真田十万石行列には毎年ご参加をいただいております。会長室賀雄二様、他10名の皆様でございます。真田祭りやりくり保存会によるやりくり会でございます。頭は吉池龍様、他20名でございます。見物の大分けやりは重さ、松代藩初代藩主真田信行の登場でございます。北条からの手こまる城奪還、岩津城死守、徳川との第一次上田合戦、北条征伐など数々の戦で正行と共に、あるいは一人で武勇を挙げました。
その後信行は有名な犬伏の別れで石井正幸弟宇重と袂を分かちました。大阪の神宮の地上田藩よりこの地に加増を移行され松代藩の礎を築いたのでございます。真田信行を演じ起乗いたしますのは真田家十四代ご当主真田幸利様でございます。上州名ぐるみ城代鈴木重則の長男正幸のじに信行に仕え松代藩の家老を務め晩年の信行に生涯寄り添いました。演じるのは鈴木家の末裔鈴木秀明様でございます。この段階は真田会と松代少年剣道クラブの子供たちが皆さんでございます。真田信行、91歳で隠居をして93歳で亡くなりました。大変ご長命でありました。ご同志様もどうぞお仲良きをされてですね、ゆくゆくはノーベル賞を目指していただきたいと思います。須浜木を先頭に登場するのは信行の正室小松殿でございます。本多忠勝の長女美奈姫で徳川家康の養女となり信行のもとに嫁ぎました。妻女の誉れ高く小松姫の婿選びなどさまざまな逸話が残されております。また木戸山に追放になった正幸信重に食料や日用品を送るなどの配慮を怠らず良妻賢母の誉れも高かったと言われております。演じますのは一般公募で地元松代からご参加の高橋あゆみ様でございます。同じく腰に乗りますのは信行と小松殿の長女舞姫、次女正姫の2人でございます。舞姫を演じますのは一般公募で地元松代からご参加の長谷川愛ちゃん、正姫を演じますのは愛ちゃんの妹長谷川美希ちゃんでございます。長女の舞姫はですね柴原藩初代藩主高力忠草に嫁ぎました。正姫の方は飯山藩主佐久間康政の長男佐久間勝宗に嫁ぎました。この年に乗っていると将来いいお嫁さんになれるぞとそんなに肉声がございますので、その時にはどうぞご報告くださいませ。
判断に時代が下ってまいります。続いての登場は松代藩、第3代藩主真田幸道でございます。幸道は若干2歳で家督を継ぎ、幕命により松城を松代城と改めました。また日光東照宮の造営や善光寺の普請を行いました。幸道を演じ騎乗いたしますのは、長野商工会議所青年部会長、栗田病院院長、倉石和明様でございます。最後まで頑張りました。今ね、力強くおっしゃっておりました。はい。真田幸道に次従いますのは小山田慶太夫でございます。小山田家は永代家老として真田家に使いました。慶太夫は新奉行として、嫁があまりの歳月を経て善光寺再建を成し遂げました。その縁により今も善光寺御開帳の際には松代より大柱が寄進建立されております。小山田慶太夫を演じますのは小山田家末裔の小山田隆明様で、ございます。続いて江光柱を栄光するのは長野商工会議所青年部の皆さんでございます。この後とぼとぼ通っておりますのはお掃除忍者隊の皆さんでございます。よろしくお願いします。続いての登場は真田幸宏でございます。幸宏は13歳で松代藩第6代藩主となり、藩財政を健全化するため恩田の二道家を勝手係に登用しました。また俳句を愛し、書画や文学にも造詣が深い藩主でございました。幸宏を演じ騎乗いたしますのは地元松代金融団、長野信用金庫松代支店支店長、西山博隆様でございます。幸宏に続き騎乗で登場いたしますのが本田木民親でございます。本田木民親は真田幸宏により家老勝手官に抜擢され、急防する犯罪制度立て直しを命じられました。民親は質素倹約を自ら実践し、犯罪制度立て直しに貢献いたしました。演じますのは地元松代本田家ゆかりの海野聡様でございます。従う方の場合は松代秀忠様でございます。本田幕の業績は木村硯として江戸時代から世に広く知られております。朝夕に向かい手ぞ見る日も輝く物が心にひがみある方という歌を残しております。本田幕民地が今年で生誕300年になります。真田公園には本田幕民地の銅像がございます。先ほど申し上げました朝夕に向かい手ぞ見る日も輝く鏡の歌の歌詞もございますので、どうぞそちらもお帰りの節にはご覧いただければと思います。続いて輿に乗り登場するのは道姫でございます。道姫は真田幸宏の娘で、幕府の重臣彦根藩井伊家より婿養子に迎えた真田幸隆の正室となりました。演じますのは一般公募で東京よりご参加の淡田道茜様でございます。同じく輿に乗るのは峰姫でございます。峰姫もまた真田幸宏の娘で、浜松藩主井上政元の正室となり正姫を呼びました。演じますのは一般公募で地元長野市からご参加の太田玲香ちゃんです。朝姫でございます。朝姫は兄弟子の中から真田幸隆の養女となり、白川藩松平家より同時に迎えられた真田幸隆の正室となりました。演じますのは一般公募で大町からご参加の安田美早ちゃんでございます。この3人の姫たちは世継ぎのなかった真田家の筋を継ぐ役割を果たしたのでございます。この輿に乗る、皆さんにはですね、きっとお婿さんが来ますから、またその時は報告してください。さあ続いての登場は松代藩第7代藩主真田幸隆でございます。
真田幸孝は彦根藩主井伊直之の恩願であり幸宏の養子となりました。幸孝が藩主に加わることで松代藩と幕府とつながりが強くなりました。仙台幸宏に続き幸孝もまた財政再建の中心とした藩政改革に当たりました。幸孝を演じ起乗いたしますのは火中車の歌地域都市交流島根県浜田市村中市平井市誠様でございます。友田村は火中車の歌地域都市、島根県浜田市新潟県糸井川市の皆様でございます。申し上げましたように、いい家から本子さん来たわけでございますね。ということで、昨年の大河ドラマの真田丸、真田家と、から今年の大河ドラマ、御田城主直虎の井伊家、ここ、真っ白でもって、この大河が合流するわけでございます。というですね、うまくまとめてみました。続いての登場は真田幸連でございます。幸連は白川藩主松平佐渡の次男で佐渡田幸孝の養子として松代藩の第8代藩主となりました。松代藩の中高の祖として誉れ高く戸様大名としては異例の老中に抜擢され憲法の改革を支えたのであります。佐久間象山など多くの人材を登用しております。こちらを演じ起乗いたしますのは長野商工会議所会頭で株式会社システックス代表取締役社長北村正弘様でございます。幸連はですね、文具学校をね、作るように命じた名君でございます。続きまして、機場で登場いたしますのは佐久間象山でございます。象山は藩主真田幸連に抜擢され西洋の学問を習得いたしました。藩主に解剖発作を献上しまた日本初の電信実験に成功したわけであります。以上続きますのは長野市財政部長平野智也様でございます。続いて次下の高知隊友田村は株式会社システックスと長野市、財政部の皆様でございます。真田、佐久間象山はですね、威風堂々としたあのような姿で、京都の街をこう闊歩していたわけでございます。その途上でですね、今日の三条でもって、川上源斎、に、暗殺をされたわけでございますが、今日は資格の方は用意しておりませんので、どうぞ安心して町内を練り歩いていただきたいと思います。なお、ただいま象山記念館真田宝物館で佐久間象山囲碁コレクション秘蔵記念特別展を開催しております。そちらの方もぜひご覧くださいませ。はい、以上行列の紹介をいたしました。真田入門の行列、また続きます。どうぞお楽しみくださいませ。どうもありがとうございました。ご案内は海学生行事でございました。